で、空気椅子してんの。いや、私が座っちゃったら椅子に負担かかるし、やれちゃうし。プルプルしてんじゃん。いいか、座れよ、椅子に。でも、大丈夫かな。大丈夫だって、気にしすぎなんだよ。あ、今度の休みの日、どっかデートしようよ。家は悪いし。いや、カナエの行きたいところに行こう。じゃあ、公園の砂場。なんで砂場？いや、あそこなら汚れて私でも楽しめると思うし、ね。いや、ねえじゃねえし、楽しめもしないからさ、まあ、もっと映画館とかあるじゃん。私が行くと他の人に迷惑かかるし、あんな密閉された空間じゃみんなが窒息してしまう。そんなことないし、そんな力ないでしょ。ほら、嬉しそうにしてる。ただの席だから。私ともう別れた方がいいと思う。なんでそんなの。私の近くにいるといずれ死ぬよ。大丈夫だ、ただ席だから。さっき、もしもし、あ、サトルくん、あ、デート、あ、行く行く、うん、じゃあねー、あ、じゃあ、バイバイ。もう別れよう。